ピリカダムは、北海道瀬田名郡今金町ピリカ地崎、一級河川、尻ベシ都市別川本川上流部に建設されたダムである。国土交通省北海道開発局、函館開発建設部が管理する特定多目的ダムで、尻ベシ都市別川本流唯一のダムである。形式は、重力式、コンクリートダムとロックフィルダムの複合式、いわゆるコンバインダムである。 包津町長が極めて長いダムで河川を横断して建設されたダムとしては日本一の長さがある。ダムの高さは40.0メートル。ダム湖はピリカ湖と呼ばれるがカタカナ表記のダム湖も全国的に珍しい。シリベシ都市別川総合開発事業の中核事業として1975年に着手され、1991年に完成した。目的は 洪水調節、不特定自水、灌溉水力発電である。基盤が、深大三期の南岸で不整合で複雑な地質の基礎処理と合理化思考の発展を図るなど、ダムの計画、設計、思考において様々な新技術の研究、開発、広報を駆使して建設されたことが高く評価され、受賞に至った経緯がある。これは、 北海道開発局による実施事業発の受賞であると同時にダム開局40周年の受賞でもある。ダムのある尻ベ市シと市シ別川は日本一の清流に認定されたこともある水質の良好な河川であるがダム建設に伴い水質の悪化が懸念された。これに関してはダム完成後も BOD 値の平均が 0.6ppm と極めて良好な水質を維持している。 ダムが桜マスなど海と川を回遊する魚類に影響を与えることが懸念されていたため、ダム湖を迂回する全長 6km の魚道の設置が計画され、うち 2.4km が2005年に完成した。構造は多自然型で、途中には水中を泳ぐ魚を観察できる窓が設けられており、魚道の長さは2005年現在日本一である。 漁道の設置に際しては拒否に見合った効果が出ているのか疑問を呈する声もあり一方で漁道の効果について調査改良が行われている訴状に関しては漁道はダム直下で本流と合流するがダム直下より 5.0km 下流の水力発電所放流口までは減水区間となるため魚が漁道まで訴状しないことが懸念されたこの対策として ダム直下より360メートルほどにわたって、川の甲を部分的に掘り下げた低水路を設けて、流路を蛇行させながら、漁道へ魚を誘導するとともに、訴状の時期には、ダムの放流量を増やす、弾力放流の取り組みが行われている。また効果に関しては、ダム湖へ注ぐ河川から魚を漁道へ誘導する、分水施設について、漁道に侵入した魚が、 余水破棄からダム湖へ注ぐ流路へ戻ってしまうことが懸念されたため改良が行われている。さらに、ここでの知見をもとに、手塩川水系サンル川に建設される予定のサンルダムにおいてより長い旅道の設置が計画されている。同自動車道国の EIC より国道230号でピリカ峠を越えてすぐ、車で10分程度の距離にある。近くにピリカ温泉があり、 ダム周辺も公園として整備されている。ダム建設中に出土したピリカ遺跡やピリカ海牛は近隣のピリカ旧石器文化館で見ることができる。ありがとうございます。